僕のこと知ってる方、マグッと減りましたね。Where come from? Where do you come from? Japan. Japan. 日本から来られた方。Sorry, I'm sorry. 日本から来られてる方ですね。日本各地から来られてるということで、ありがとうございます。私、書道家のウッディと申します。字を書いております。で、お猿というのをご存知の方いらっしゃいますかね。お猿、ああ、ちょっと多いかな。あんままだ知らないね。まだ知ってる。で、ごめんなさい。お猿という名前から、モンキッキーという名前をご存知の方。ちょっとだけ減りますね。ちょっとだけ減りますね。テレビの方でお世話になった時は、お猿という名前で、お笑いをやっておりました。で、これからもっともっと上に行くぞということで、有名な占い師の細木和子先生という方がいらっしゃいます。ジャパニーズナンバーワン占い師ね。で、その占いの先生がですね、モンキッキーというカタカナの名前にしたら、もっと行くぞということでね、つけていただきまして、モンキッキーになる。でお猿の時は、週に6本レギュラーやってましたけど、モンキッキーになったら半年でレギュラーがゼロになりました。ゼロ本ね。だからどういうことなんでしょうね。行くぞって言ったのがもう6がゼロになるっていう、計算も僕も弱いもんでね、こういうもんかと思ってましたけど、解明というのは難しいもんで、名前でないんだなっていうのは気づかされましたね。名前に伴った中身が必要なんだな、改めてで、そうですよね、その当時そう思いましたよね。あなた笑ってるけど、あの当時私ずっと泣いてたからね。今では笑えるようになりましたけどね。今ではもう訳が分かんなくてですね、お猿モンキッキー、お猿モンキッキー、お猿、去年お猿でやってたんですけど、有吉反省会という番組にうちの妻の山川恵梨香が出まして、みそぎの時間というので、あなたが悪いのは旦那が悪いということで、モンキッキーに改名しろということでね。意味が分かりません。もうね、私全然出てないんですけど、テレビで見てまして、あ、俺名前変わったんだなっていうね。だから結局6回目の改名にしまして、去年からまたモンキッキーという名前で、芸能界はやらせてもらってます。で、書道の方は実は、母親が書道家でして、4歳から筆を持って書道をやっております。で、45年の書道歴でございます。で、10年くらい前からウッキーという名前ですね。宇宙のウに、ピアコにホニでウッキーですね。これもちょっと猿っぽいんですけども、ノリで言った言葉がまだ決まってしまいましたね。これ、ウッキーという名前で書道家やらせてもらってます。で、いろいろね、全国まで字を書かせてもらったり、展覧会に出して、この10年はいろんな賞もいただいてますし、こちら芸能界はノリでやってましたけど、この書道というのは本当に命かけて真剣にやってます。魂込めてね、ということで、こんな感じでしょうか。はい、ありがとうございます。で、ちょっとじゃあちょっと準備の方、これ先ほどね、はい、書かせていただきました。こちら、素晴らしい字ですね。これ誰が書いたんですか？あ、ウッキーですか？私ですね。ウッキーさんという方が。これはもう素晴らしいですね。先ほど書いたのもちょっとこう記憶が薄れるぐらい。これ何という字ですか？これはね、栄えるです。栄える。今ちょんちょんちょんってやるんですけど、昔はもうちゃんと木を描いてます、やっぱり鏡火を持ってわーっと集まったとか、あと木の周りがやっぱり花がわーっと咲き誇って栄えたという、皆様の繁栄あとれとともにね。ありがとうございます。いや、素晴らしい。こんな字が書けるようになりましたね。はい、いやいや、これはね、難しい、面白いな。書道っていうのは小さい字ばっかり書いてたら小さい字しか書けなくなる。で、大きい字ばっかり書いてる人は大きい字しか書けなくなる。これはだから本当に、だから漫才ばっかりやってる人は漫才だけ、コントだけやってる人はコントだけになるっていうみたいなのがあって、お笑いさんは違いますよね。お笑いさんはオールマイティできるからすごいんですけど、これね、書道っていうのはやっぱ難しい。そこもコンスタントにいろいろ自分に揺さぶりをかけて、試しながらいかないといけない武器でございます。さあ、それじゃあ、書く準備しましょうか。はい、ここにも紙ありますので、本日は正月ということで、書き初めみたいな形で、はい、はい、お正月にふさわしい。で、この後もね、最後まで見ていただいたらプレゼントもありますので。あ、プレゼントが、もうこうなったらもう
レゼントで切っちゃいますよ、もうね。いやいやいや、パフォーマンスで。いやいや、パフォーマンスの後にプレゼントでね。はい、はい、プレゼントをご用意させていただきます。そうそうそう、ぜひとも最後までご覧いただければと思います、はい。パフォーマンスの方よろしくお願いします。1時の会に続き3回でしたけど、はい、またちょっと違う、皆さんプロチームで雰囲気があるんだけど、またお正月にふさわしいいい字を書いていきたいと思います。それでは魂込めて書かせていただきます。すごい勢いです。